はいどうも皆さんこんにちは。クラクラクラロワもいいけど、こちらのゲームお忘れでないでしょうか。クラクラチャンネルのケースケです。ポーンということで、今回は、スーパーセルさんのね、ゲームのこちらブームビーチ実況、こちらやっていきたいなと思います。で、なんでね、急にブームビーチやるのかと言いますと、ですね、レイアウトエディター機能クラクラから消えてしまってね、本当に自分のね、本当週2、3本載せていたネタ検証動画がね、撮れなくなってしまって、辛いよーってツイートしたら、ケイスケさん、同じスパセルのね、ヘイデイとかブームビーチもたまにはやってみてもいいんじゃないですかっていうコメントいただいたので、今回は初めて、ちょっとね、ブームビーチの実況やってみたいなと思います。ちょっと別ゲームの実況とかにどうなんでしょうわかんないんですけれども、コメントの方で感想をお願いいたします。で、ブームビーチね、どういったゲームかと言いますと、もうクラクラとほとんど同じです。プレイヤーの基地を攻めて資源をね、奪っていって、で、自分の基地をね、育てていくっていうね、そういった、ゲームとなっております。で、今いるですね、自分のキャラクター。まあ、例えばこのヘビーですね。ヘビーはジャイアントみたいな感じで、で、こちらのバズーカ兵はウィザードみたいな感じですね。で、この衛星兵ですね。衛星兵はヒーラーみたいな、そういった感じで、ユニット回復してくれるっていう能力を持ってます。で、今回ですね。で、こちらですね、ガンボートっていうのがあるんですよ。こちらどういった、システムかって言いますと、ですね、攻めるときに、自分のユニットを守るような支援物資とかね、あとはね、いろんなですね、攻撃とかやってくれるんですよ。ミサイル撃ったりとか。まあ、呪文みたいなことをやってくれるっていう感じですね。で、今回ですね、期間限定、なんとこちら。はい、こちらの戦士がやってきたんですよ。これね、久しぶりにインして使ってみたんで、急にですね、こういったコマンドがあってびっくりしたので、今回はですね、ブームビーチでこちらの期間限定のユニット、戦士をね、使ってみたいなと思います。ということで、ブームビーチね、全然知らないよっていう人もいると思うので、ちょっとね、いろいろ遊んでみたいなと思います。レッツゴー。はい。それではですね、早速こちらのですね、テラー博士ですね。これね、定期的にやってくるシングルプレイみたいなもんですね。なのでね、今回はですね、こちらのね、テラー博士の基地に攻めていきたいなと思います。で、まずは最初に普通の遊び方、こちら見ていきましょうか。ユニットはですね、浜辺から上陸していきます。なので、ちょっと待ってください。どういった施設があるんだ?なるほど、結構嫌な施設があるので、まあ、とりあえずですね、ここら辺から、浜辺に、はい、ユニット上陸させていきます。で、まあ、ちょっとユニットが、いろいろ撃たれてますが。で、こういうな感じでね。はい。ヘビーがね、ジャイアントの役割でございまして、縦になってくれて、で、後ろから、バズーカ兵で攻撃を行っていきます。で、衛星兵がこのダメージを食らったヘビーたちを回復していくみたいな、そういう感じなんですよね。で、右下のコマンドが、ガンボートですね。ガンボードの、いろんなね、支援物資となっておりまして、で、なんかエネルギーみたいなのありますよね。これね、こういう風にですね、ちょっと使ってみましょうか。はい。こういう風に、これ発煙筒ですね。発煙筒を使うことによってユニット誘導させることができます。で、あとはですね、こちらのミサイルですね。撃っていきますと、こういう感じで。はい。施設たちにね、ダメージを与えてくれるんですよ。で、あとはですね、こういう風に使っていくと、はい。エネルギーを消費していって、で、このですね、サポートアイテムですね。こちらを使えるみたいな感じになっております。で、施設を壊すと、どんどんエネルギーがね、こういう感じで、はい。入っていきましたね。増えていくっていう感じですね。で、このサポート的なやつもね、使っていくとどんどん必要なエネルギーがね、必要になっていくので、使えば使うほど、そのね、サポートアイテムの、に必要なエネルギーが、必要になってくるといった、そういったシステムなんですよ。なのでね、これですね、一通り攻めたので、もう一回ね、攻めてみて、で、さっきのですね、ウォーリアですね、戦士ですね、こちらをね、使ってみたいなと思います。はい、こちら右下の、はい、ウォーリアですね、いますよね。これいつ、どういう能力持ってるか、ほんと気になりますよね。ので、今からやっていきたいんですが、ちょっと今回はこのキャノンですね、野砲とか、メガキャノン的なやつ、これね、めちゃくちゃダメージが大きくて、嫌なのでね、これね、壊したいですよね、先に。先に壊したいので、とりあえず、ミサイル撃っときましょう。間に撃つことによって、はい、一緒にダメージが入っていきます。で、もう一発、でもこれ使いすぎたな。エネルギー使いすぎましたね、ちょっと。あとは、そうですね。ここもちょっと嫌ですよね。なので、ちょっとミサイル使いすぎたので。はい、ここで、一気に、折っていきます。これで、OK、壊せましたね。じゃあ、この、ウォーリア的なやつ、ちょっと使ってみましょう。これ使うとどうなの?待って、飛んでくんの?飛んでくんの?戦士が飛んでくるんだ。すごい、上陸する的な感じかなと思ったら、飛んでくんのね。で、飛んできて、で、しかも、何これ、凍った。
コール能力を持ってて、でこいつだけでめっちゃ施設壊すから、はいこんな感じで施設をどんどん壊してってエネルギーで結構体力もある。強くないこれ。こいつ待って、強くない。待ってこの戦士無敵や。でこれで壊したじゃないですか。で、あこれめちゃくちゃ強い。面白い。まあ、とりあえずじゃあちょっと一回ユニットもう上陸させちゃいましょう。でガン、このウォーリアー使ってる間は戦闘の時間は経過しないんですね。すごい便利。でじゃあちょっとある程度エネルギー貯めていったらこっちの方にちょっと移動させていきましょう。移動させていってちょっとねエネルギー貯めていきたいですね。エネルギーを貯めていって、あちょっとユニットがちょっといろいろやられてそうだけど、大丈夫大丈夫かな。ちょっとこっちの方にちょっと移動させよう。ユニット逃げろ。衛星兵とかバズーカ兵がちょっと撃たれてる。やばい。でヒーローもやられたやられたですが、さあある程度さあエネルギーを貯めた段階で、じゃあここに一気にメガキャノンに、はいバレ、はいウォーリア二人飛ばしてって壊してってもらいましょう。強いよこれ。しかも範囲攻撃、これウォーリア強くない。戦士バレルいや強い、めちゃくちゃ強い。すごい強力じゃん。なのでこれほんと壊したい施設のところに出していってターゲット取ったりとかもできるし、これ普通に実装されていいじゃん。はいでちょっと、こいつらでかくない。でちょっとヘビーやれば全然でかい。いやこっちの方がヘビー、こっちの方がヘビーなんですが、こんな風にですね、はい倒しまして、いや面白い。ちょっとこいついっぱい投げてみたいですね。さあそれはもう一回やっていきましょう。いや面白いですね。ちなみにテラー博士はですね、こういう風にですね、制圧していけばいくほど、レベルが上がっていって、で施設数も増えてくるといった、そういった感じになっております。なのでそうだね、今回はどこら辺をちょっと壊していこう。やっぱりね、ヤホーがね、結構嫌ですよね。本当縦役のヘビーとかもすぐやられちゃうんで、今回最初に、なるべくヤホーとかを壊していって、で、上陸させていきましょう。壊れないな。なんで、ここ、一回、撃つぞ。あ、微妙。微妙壊れない。あ、壊れましたね。で、エネルギーも補充されましたね。もういっか。とりあえず一旦、上陸させておきましょう。上陸させておいて、で、そして、うわー、ここ痺れんな。ここ痺れるんで、一回、ちょ、この、能力、ヒーローの能力ですね。今つけているやつですね。能力か、使うとね、ウォーデンでいうエターナルトームみたいな、そういう役割になるんですよね。シールドがつくんですよ。で、これでヤホーをなるべく早めに、なる早に。壊していきたい。とりあえず撃っときましょう。で撃っといて、ここで一旦ヤホーをなるべく早めに壊せ。オッケー、ヤホーを壊したら一旦誘導させましょう。一旦誘導させてってヘビーたちをねちょっとね保護していきましょう。いや結構ヘビーやられたな。でヘビーやられてって、でここからエネルギー貯めていきましょう。でエネルギー貯めてったら、こっから一気にここの本拠地に一気にですねウォーリアーたちをね投げていきたいなと思います。はい行きますよ。で、ここで結構やられてんな。とりあえず一旦もう一回誘導させましょう。一旦誘導させていって、ヘビーの数がちょっとやばい、横打ちかされんだよ。で、56までエネルギー貯めてますね。もうちょい貯めよう。もうちょい、ここら辺の付近。スナイパーとかね、あと火炎放射器。ここね、破壊していったら一気にぶん投げていきます。そうだな。いや、ここはね、もうちょいエネルギー貯めていきましょう。もうちょいエネルギーを貯めていきたい。いやでもヘビーの数どう？ちょっと危ういな。ちょっと一旦ヒーリングっていうかね、これね、落としていきます。これはね、回復させる効果持ってますんで。で、ちょっとバズーカ兵も少なくなってる。バズーカ兵がちょっと少なくなってるんで。よし、もうここで一気に。はい、一気に。はい、4人投げていく。4人投げていって、でっからの、どんどん壊せ。いいよ。これフリーズ効果的なやつもあるんじゃない？フリーズ効果みたいなのもあるか。強い。ちょっと待って、ちょっとここの、ヤホーが邪魔で、ちょっとあれだな、ちょっと、なるべく早く基地を壊せ、頼む、いいよ、結構でもダメージ当たってる、強くない？で、こっちに流れたやつも結構施設壊してくれてますよ。で、ここのメガ地雷的な、巨大爆弾的なやつ踏んじゃうと、あ、でもギリギリ OKOKOK、で、これで残り2人頑張って、2人、いや、でもヤホーの、あれも結構耐えてる。強い。で、これで、さあ、もう壊すよ。めっちゃ殴って壊した。はーい。いや、これいいの？ほんと、機
間限定か。まあ強すぎっすもんね。なので、ブーンビーチやってる方ね、ぜひともね、どんどん使ってみてください。はい。では、上陸艇に乗せられるユニットはヘビーやね、バズーカ兵以外にもですね、こちらのウォーリアですね。ウォーリアっていうユニットが実はいるんですよ。で、こいつは近接攻撃なんですけれども、今回ですね、こちらのですね、ウォーリア、42体かな ?42 体と、そしてこちらのですね、さっき飛ばしたやつですね。こちらもね、ぶっ飛ばしていってね、ウォーリアラッシュ、こちらをやってみたいなと思います。では、この資源基地ですね。これはね、プレイヤーが持ってる資源基地でございまして、このね、資源基地をね、奪い合って、で、獲得することによって、定期的なんですけども、資源がの、がもらえるようですね。これが増えるので、ちょっとね、今回はこちらの資源基地に攻めてみたいなと思います。では、行きますよ。レッツゴー!さあ、行きましょう。もうね、どうしようか。とりあえず、もう、ウォーリアラッシュで行こう。ウォーリアラッシュ。で、これね、スモークとか焚いてね、攻撃を防ぐとかっていうね、役割もあるんですけど、ちょっとやばい。やばい、ちょっと一旦ここ、ピキン使っとこう。ピキン使って一定施設をどんどん壊していきます。で、そんなにね、強くないな。で、まあ、とりあえず、しょうがない。はい、戦士バル、戦士を飛ばしていって一気に資源基地。資源基地に届かせていきます。で、ヒーリングをかけていく。で、これでどんどん進行していって、いや、強いよ。なかなかいいよ。悪くない。よし。で、これで回復させていって、で、あとは、基地を壊していって、速攻で落としていく。いや、群がりすぎだよ。戦士群がりすぎだよ。いや、でかすぎだろ、お前、そして。はい。いや、通常のウォーリア、実さ。はい。そしたらね、テラー博士とかね、資源基地攻めたので、他のプレイヤーのね、基地にもね、ちょっと攻めていきたいなと思います。ここら辺はいけるかな、どうなんだろう。ね、結構強そう。あんまりね、自分、ブームビーチ、すごいやってるとかっていうわけではないのでね。結構心配だな。これどう?ここら辺でね、壊していって、エネルギーを補充していってもらいましょう。エネルギーを補充していってもらって、で、一旦こっちの方に誘導させましょう。早いからな。ちょっと一体やられたな。まあ、とりあえず、ここら辺で、こうスナイパーとか壊していってもらって、で、他の施設ですね、どんどん壊していきましょう。で、エネルギーを補充していきます。で、そうだな。あとは、ちょっとヤホーからちょっと、攻撃受けてる。一旦逃げろ、お前ら。結構かなりに数やれてる。42人のうち、かなりの数がやれている。で、嫌なんで、こいつが。このね、こいつほんと強力なんですよね。で、これを壊していって、援護していきましょう。オッケー、壊した。で、壊していってもらったので、一旦どっかで集結させたいな。一旦集結させましょう。で、集結させていって、ちょっと怖い。ちょっとピキン使っていって、でっからですね、ウォーリアラッシュを使っていって、で、はい、いっぱい投げる。いっぱい分投げていって、いや、強い、いっぱい5人ぐらい今分投げたよ。分投げていって、はい、一気に、はい。ウォーリアがでかい。はい。こんな感じでね、ウォーリアラッシュプラスのですね、飛ぶ、戦士バレルですね。で、なんとかね、勝利することができました。ということで、今回は初のブームビーチ実況、期間限定とね、飛んでくるウォーリア、こいつをね、使ってみたっていう動画、お送りしていきました。いやね、まあ、たまにはですね、別ゲーの実況とかね、たまに、やってみると結構新鮮で、個人的にはすごい、楽しかったですね。で、またね、機会があれば、ブームビーチ実況やるんですけども、基本的にはね、ちゃんと毎日クラクラ実況ですね、投稿していきますので、ぜひともこれからも応援、よろしくお願いいたします。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。